ナルサナさん、はい、新しくなった X-Life5 と前作の X-Life4、 何が変わったんですか？はい、こちらがリエスタルト X-Life5、 こちらがリエスタルト X-Life4 になります。はい、では解説しますよ。はい、まず今回大きな違いは、 X-Life4 に関しては X-Life4 専用のラスト足型を使ってました。かかとはタイトのタイプですね。そして今回の DSL と X-Life5 に関しては X-Life Pro と同じラストを使ってますよ。なのでこのかかとを見てもらうとね、全然細さ違いますよね。でこのかかとが、に違いに関しては、好き好きがあるので、ぜひねお店で試着して選んでみてもらえるといいと思います。はい、そしてね今回大きなアップデートはこのシュータンですね。シュータンが X-Life4 よりも5の方がより薄くなってますよ。そしてねこのハトメの部分はね、今までと違いますからね、形状も。はい、そしてこの前足部分のこのプラチナムカンガルーレザーに関しては、 X-Life4 に関しては、低密度の 3mm の厚さのスポンジを使ってました。そして今回の X-Life5 は高密度の 4mm のスポンジを使ってます。なのでねこっちの方がねちょっともっちりしてますよ。はい、そしてこちら、はい、アウトソールに関しては X-Life5の新しいリニューアルしたアウトソールは、前足部分のスタッドの配置の位置が少し変わりましたよ。はい、そして、X-Life5 に関しては前足部分にこの凹凸の、加工をしたことで、今までの4よりも屈曲性が上がりました。なので今までよりね柔らかくなりましたよ。はい、そしてねこの X-Life5 はこのつま先、ここがね今回大きなアップデートで、今まで4はつま先の剥がれが結構しやすかったんですけど、今回は、今までのその部分を改善して剥がれにくい仕様にしましたよ。ただね絶対剥がれないわけではないんですけど、今までよりも剥がれにくい、はい、仕様になりましたよ。はい、そしてね、皆さんが、気になるこの重量ですね、ちょっと測ってみたいと思いますよ。はい、まず X-Life4 ですね、いきます。こちら 26cm ですよ。195g ですね。はい、で次が X-Life5、 26cm で 197g ですね。はい、このね、でグラムに関しては結構ね個体差あるんでね、はい、これぐらいになると思います。はい、ですのでね、この進化した、X-Life5、 ぜひ、ね、皆さん店頭で試着して選んでみてください。